皆さんこんにちは、源氏物語を紐解く紫式部の生涯の解説をしている鈴木です。よろしくお願いいたします。本日はですね、紫式部の少女時代の解説を行いたいというふうに思います。2024年 NHK 大河ドラマ光君がいよいよ始まりますよね。ドラマの PR の、案内版を見るとですね、藤原道長が式部と若い頃に出会ったという形で書かれていますけども、ちょっと実際には若い頃に出会うということはちょっとなかったんじゃないのかなと思いますね。のドラマというのはね、歴史的な事実、史実と、フィクションがミックスされて実際の記録と、異なることが多いんですけれども、特にね、式部の生涯は、不明なことがね、多くて、フィクションを膨らませて、想像力をかきたてて、歴史的な事実から次の事実の間をね、埋めていくような形で進めないと、やっぱり1年を持たせるのはちょっと無理なのかなと思うんですね。ですからあまり実際の話と違ったとはね、そんな資料ないですから、なんですけども、その辺をね、理解してですね、平安貴族の生活とか文化から平安女性の生き方などを、理解するといったことに、重きを置いてご覧いただければきっと面白いものになるんじゃないかなというふうに思いますね。この、ね、解説の中では、できるだけ、実際のいろんな諸説に従いながら研究者の、元に見ていくというふうに思っていますので、その辺は、ご理解いただければと思います。ちょっと思ってたんですけども、例えばこの小説としてはね、杉本さんの、紫式部の生涯三下というこの上下巻のものとか、それから、三枝さんの小説紫式部薫子の恋といったもの、それから小説ってわけじゃないんですけども、紫式部一人語りと紫式部集とか、日記などをですね、駆使してかなり細かく年代順に並べたものになっていますね。はい、それからもうちょっと前になっちゃいますけれども、清水さんの、紫式部などというのも、お読みになると大体の概要は、理解できるんじゃないのかなというふうに思います。では、今回の紫式部の少女時代について見ていきたいと思いますけれども、いつも言ってることですけれども、よく分かっていない、特に小さい頃ね、何歳の時何があったなんて年次別で分かってるわけではないので、お父さんのね、ため時の歩みをたどりながら見ていきたいというふうに思います。ため時はため時の父の正忠の代から、政治のね、暴流となって、受領階級に、位置していましたので、どうしてもね、上に行こうとするとそれなりのつてをたどるか自分なりに勉強するしかないということなんですけども、為時のね、兄の為頼らとともに大学寮で学んで、中流階級の、官僚のね、道を進んでいくことになるんですね。為時は、家人以外にもですね、監視衆の本朝霊尊に、13衆も掲載されていますから、漢文の際も、高かったのではないかなというふうに思いますね。それで968年、為時は播磨の権の少女、小八位の上という位につきます。これが為時の最初の官職ですね。21歳の時ですね。はい、結構頑張ったんだろうかなと思いますね。続いて970年、この年に結婚したと、されているわけですけども、これにね、この年に結婚したというのに従うと、父為時は23歳、母の藤原為信の娘は16歳ぐらいということになりま
ですね。この母から972年に姉で、973年に紫式部、974年に弟の信則の3人が生まれるんですね。その後父の為時は再婚するんですよね。で975年に、三女、これは後に藤原の信次の妻になった人ですね。それから976年に信通で、980年に上仙、この人は三井寺の僧侶になった人ですけども、3人の子を設けているんですね。岡和夫先生はですね、再婚したこの女性を、自邸、自分の屋敷に迎え入れなかったとしているんですね。それはつまり式部は父為時のところで育てられたということに、なるわけですけど、では、誰がね、式部をたちを育てたのか、つまり為時がこの妻と同居しなかったとすると、誰が育てたのかってことになると、それは母方の親族や、ね、それから乳母、それから女房たちに育てられたというふうになりますね。先ほどご紹介したの三家という中では、おばがね、それなりの面倒みたいな話が出てますね。ただこの妻がね、式部らを育てた可能性というのは、ちょっと捨てきれないところなんですけども、ただね、妻の記載はありませんから、なんとも言えないところなんですけどね。再婚した妻が育てたとすると、6人の子を育てたということになるわけですね。この再婚したお母さんについて式部は何もね、一言も語ってないんですけれども、続いて973年、話を戻しまして、紫式部が生まれます。為時26歳、お母さん19歳ぐらいですね。その生母のお母さんもね、信則を産んだ年か翌年に、亡くなったか、離別したというふうに思われるわけですけども、その頃ね、この為時の一家はどうなっていたかっていうと、為時は、為時のお兄さんの為頼の引き立てもあって、詩歌歓迎に精通して、文人として名高い、智平親王、村上天皇の第七皇子ですけども、と、親しくね、交流するという形で、文人としても高まっていくんですね。なおですね、念のためにお伝えしますけれども、両親、式部のともにですね、出生年が確かでないので、諸本によって、年齢に、1年前後のばらつきが見えるということは、ご理解いただければなと、こういうふうに思います。それで977年ですね、東宮、これは諸定親王、後の火山天皇ですけども、この東宮の読書始めに、為時が文上書、文上の書をながら副侍読を務めることになるんですね。でこれは兄の為頼が東宮の側近として仕えて大臣になったこと、それから東宮の叔父の藤原の義親の妻が為時の妻といとこであったことによる、つまりそのね、親戚関係にあるということもかなり大きく働いたのではないのかなと思われますね。これ以降ですね、為時は、東宮、後の火山天皇ですね、それから義親と親しい関係になっていくんですね。で、為時はですね、無難に、職をこなし、式部は4歳頃までは、式部にとってはね、そんなに豊かな
家庭ではないものの、ね、まあ穏やかな幼年時代を過ごしたと、まあ、思われるわけですね。977年の時は式部4歳、為時は30歳ですね、はい、で983年の時、まあ、これは式部は10歳で為時36歳の時のことですけども、有名な紫式部日記の消息体のところに書かれているもので、まあ、弟の信則についてね、私の弟の式部の将という人がまだ子供で漢籍を読んでいました時に、まあ、そばでね、傍らで、聞き習っていたけれども、弟は理解するのが遅かったりすぐに忘れるところがあったりしたのを、私は不思議なほど習得が早かったので、漢籍の学問に熱心であった父親は残念なことだ、男子でなかったのは不幸なことであったといつも嘆いておられましたと、あるんですけれども、為時は文章道の出身者なので、まあ、それをね、同じような形でということで、子供の、信則は、まあ、数え年で7歳の頃から家庭で、毛球とか千字文などの洋学書を学んでいたというふうに思われるわけですよね。ですからその時から一緒に式部も、まあ、横にいてか後ろの方か分かりませんけども、漢文を習っていたということになるわけですね。それがね、一通り終わると元服前に、まあ、読書始めに詩学、詩を、ね、学ぶのが、まあ、一般的であったようですね。まあ、次に、官僚を育成する大学寮入学に向けてですね、この頃はですね、受験資格として5位以上、聡明なものは8位以上で、年齢制限として13歳から17歳、ちょっと時代によってね、若干違いますけど、そういうふうに、なっているんですけども、まあ、それに向けて受験勉強を始めることになるわけですね。まあ、何を勉強したのかっていうと、まあ、儒教のね、公教とか、まあ、論語など、で、書生哲学としての式とか、から門前とか、漢書、博士文書など、まあ、何といっても式をしっかり覚えるということが大事だったみたいですね。なお、先ほどの紫式部日記の、ね、このマペンというのは、岡和夫先生は983年としていますけれども、消息体なので確かな年数が決めることができないんですね。ですから、まあ、数え年7歳の時に信則が、勉強を始めたとすると、式部は8歳となりますけれども、もしね、この信則が9歳から始めたとすると、式部は10歳であったということになるわけですね。はい、大体この辺だろうということになるわけですね。はい、で984年、8月に、東宮の、ね、側近としていろいろと近しくしていたこの、火山天皇が即位するんですね。その時に為時も式部の嬢クロードになります。で、式部は11歳、為時は38歳ですね。この頃は数年前からかもしれませんけども、式部は同じね、受領階級の娘たちと、まあ、交流がどうもあったようだというふうに思われますね。特に紫式部衆の冒頭下になる女性とは、まあ、深く交流していたと考えられるんですけども、ではね、どのように、まあ、交流を重ねていたのかっていうことなんですけれども、まあ、この頃のね、貴族女性は、一日の大半を部屋で過ごしていましたので、まあ、考えられるのは和歌とかね、読書、手習い、音楽、これ琵琶とか琴ですよね。まあ、あとひな遊び、まあ、お人形さん遊びとかなんでしょうかね。こういったことを一緒にしていた、まあ、可能性が高いなと思いますね。
またこれとは別ですけどね、当時の女性は季節に合わせて、まあ、花見とか月見とかね、もみじ狩り、雪見、なども行っていましたので、そういった時にもまたね、一緒にやっていた可能性なんかもあるかもしれませんね。他には外に出ることとしては、お寺とかそれから神社、まあ、寺社参詣というのが、まあ、楽しみの一つであったと、まあ、こういうふうに言われているわけですね。まあ、この参詣についてはね、成人した後、まあ、結婚した後も、まあ、行くわけですけども、まあ、当時のね、貴族女性は、まあ、運動不足にかなり悩んでいたのではないのかなというふうに思われますね。ではね、具体的に部屋の中で何をしていたのかっていうことなんですけども、まあスマホもないわけですから、かなり退屈だったのではないのかなと思うんですけれども、まあ、当時ね、学校のようなものもないので、教育というのはどのように受けていたのかってことなんですけども、まあ、主にね、乳母などから結婚に向けて必要とされる、礼儀作法、しきたり、慣習、それから裁縫とか教養などの教育、教えを、まあ、受けていたというふうに思われるわけですね。まあ、教養っていうのは具体的に何を指すかっていうと、もう何と言っても和歌ですね。歌、和歌を学び読むこと、まあ、特に古今和歌集を全歌暗唱するということになりますね。はい。まあ、それ以外にもね、五線和歌集などもあったと思われますけども、まあ、和歌が教養の中心なんですね。まあ、金文字で書くということもあるんですけども。で、まあ、なんでかっていうと、やっぱり恋愛の場の表現手段として和歌が用いられた。で、人の心の機微を掴んで、自分の思いを即座に表すことができるようにするっていったようなこともあって、まあ、重宝がられたわけですね。まあ、あとはね、手習い、書道、音楽から文学としては、物語を読んだり、書いたり、だから漢詩を読んだり、漢詩を書くってことはしなかったと思うんですよね。まあ、式部の場合には、まあ、原文で漢詩を、漢文を、まあ、読んでいたんだろうというふうに思われますけども、はい。まあ、あとは遊び、まあ、娯楽ですよね。まあ、でこのそういったことで、退屈な日々を過ごしたということになるんじゃないでしょうかね。まあ、遊びっていうのは、どんなものがあるかっていうと、例えばすごろくとかね、からタギ、盤に向き合って白黒の石を手で、弾いて石に当てて勝敗を競うといった遊び、それからなぞなぞ、から変継ぎ、変継ぎもはっきり分かってないんですけど、変と作りを分けた紙をバラバラにしたやつをぐしゃぐしゃっとして、でこう合わせていくつその漢字を作ることができるかといったような変継ぎ、あと陰二人、古紙の印字を隠しておいてそれを当てたりするっていうようなことなどがあったようですね。あとは、まあ、物合わせ、ですね、絵合わせ、左右の組に分かれてさまざまなものを比べて判定者が優劣を決める、歌合わせ、物語合わせ、物語合わせ、まあ、伊勢物語とかね、竹取物語のを読んで、その中に書いてある絵を元にしながらどっちの方が優れているとか言ったようなことだと思うんですけども、あと、幸せ、まあ、人をね、左右に分けて、それぞれが作った漢詩の優劣を競うと、まあ、これはあんまりの女性はね、表立ってはしてないと思うんですけども、やっていなかったことはないと思いますね。あと、根合わせ、勝負の根っこの長さを、比べ合うとか、草合わせ、花の美しさを競う、虫合わせ、まあ、これは虫の鳴き声、あと扇合わせ。でこの扇合わせっていうのは扇に書いた歌との関係もあるんですけど、具体的にどうしたかよく分かってないです。あとは貝合わせとかね、いったもの、まあ、それ以外なの先ほど申し上げたひな遊びとかね、人形遊び、まあ、おままごとみたいなものなんでしょうかね。そういったことを、まあ、日々、娯楽として
行っていたというふうに考えられるわけですね。の男の子の場合には飼育還元で監視をしっかりやるということ、それ以外には鷹狩りとか比べ馬とか馬とかそれから毛狩りとか強者、左右に分かれて順次弓を射たり、それから相撲とかね、あと単位とかね、すごろくとか碁なんかは、男女ともに行ったものだというふうに思いますけど、まあ、こういったことで日々過ごしていたんだろうなと、まあ、こういうふうに思われますね。はい、986年の春に、父為時は、式部の大将、まあ小6位の芸になるんですね。まあ、年齢的には決して早くはないけれども昇進するんですね。で、まあ、このままの生活が続けば源氏物語は世に生まれなかったかもしれないんですけれども、為時一家にとって将来が一変する事態が発生するんですね、この年。それはあの986年に火山天皇にかかることなんですけども、火山天皇が寵愛した古紀連の女房の知心が亡くなるんですね。で、まあ、それ以前からね、藤原の兼家は、まあ、権力を手に入れるために、まあ、天皇の状況などを伺っていたわけですけれども、まあ、天皇のね、悲しみにつけ込んで孫の安仁親王、まあ、これの一条天皇ですけどもの即位を、まあ、図るんですね。まあ、具体的にはですね、兼家の四男の道兼で、この道兼という人はこの、火山天皇の、まあ、クロードとして天皇に仕えて、まあ、そばにいたということもあるので、どういったかというと、天皇に対してね、この亡くなった獅子の菩提を弔うために、ね、出家しましょうと、私が出家しますということを約束して、天皇を代理の清涼殿から山科の元行寺に連れ出して出家させてしまうんですね。で、一緒に出家するといったこの道兼は、ね、最後に家族に別れを告げたいのでちょっと家に帰ってきますというふうに、言ってですね、寺を出家する前に出て行ってしまうんですね。で、まあその後ね、なかなか帰ってこないし、まあ、冷静に考えてみるとちょっとね、いろいろと何だと、とりあえずこれ一度代理に戻ろうかというふうに、思ったんですけども、なんともう寺の周りをね、武士が囲んでいて外に出ることはできなかったんですね。で、そうしたら時間が経つうちに、ね、まあ、兼家はですね、自分の息子の道隆などに、まあ、天皇のところにあった、まあ、三種の神器という、まあ、天皇であることを、ね、証明するものを、これを、安仁親王のところに移して、そして宮中の門を、ね、閉じさせて誰も入れないようにするんですね。そしてこの一条天皇を即位させ、さらに東宮も自らの孫を立てるということになるわけですね。まあ、この時一条天皇は7歳ということで、まあ、以後兼家の一族が道隆、道兼、道長と権力を我が物として権勢を振るうということになるわけですね。まあ、一条天皇は即日に、藤原兼家のもと人心を刷新、まあ、7歳ですから実際には兼家がやったということなんですけども、で、この火山天皇の時に権勢を振るっていた、ね、藤原の義親とか、だから五位の摂政と呼ばれた藤原の惟繁も、ね、もうこれまでと言って出家するんですね。で、まあ、六位のクロードとなって式部省の三等官の式部の上を兼ねていた為時も、ね、出家こそしませんでしたけども、職を辞するということに、まあ、追い込まれるわけ
以後この式部の父為時は10年にわたって職に就くことができなかった。で、まあ、それを三位というんですけども、まあ、三位となって、まあ、三位とも言いますけども官職に就くことはなかったと。まあ、この時為時39歳、紫式部13歳ということですね。まあ、ここ数年前からね、式部はきっと文学を読み、さまざまな、ねものを読む中で自分を書いたり、まあ、夢を置き、まあ、今で言うと何て言うんでしょうね、文学少女のような感じでしょうかね、そういう形で日々を過ごしていたと。まあ、ここから先はね、かなり辛い状況が、まあ、あったのではないのかなと、まあ、こういうふうに思いますね。はい、一応今日のこの式部13歳まで、で終了したいと思います。次回は式部の少女時代にをお送りいたします。ご視聴これからもね、よろしくお願いいたします。ではこれで終わります。ありがとうございました。